皆さんこんにちは。アイス。韓国のピアニストで思いつく方はどなたでしょうか。まずはバンクライバーン国際ピアノコンクールで辻井伸之さんに続いて第2位を獲得したソン・ヨルムさんです。彼女は2005年のショパンコンクールで辻井伸之さんと共にセミファイナルまで進みました。そしてなんといってもチャイコフスキーコンクール第2位が不動の名声を得たと言っても良いでしょう。このような素晴らしい経歴をお持ちの方ですが、このお方のピアノソナタを世界初演されたので日本でもおなじみですね。続いて来月リサイタルを開かれるチョソンジンさんです。彼については説明不要でしょうが、念のため簡単なご紹介です。主な経歴はこのようになっておりますが、チャイコフスキーコンクールでは第3位になっています。これがおそらくショパンコンクール優勝への原動力となったのですね。そして今回のバンクライバーン国際ピアノコンクールで優勝されたイムユンチャンさんが彗星のごとく登場しました。どんな振動ぶりだったのかと思いましたら、ピアノを7歳から始めたそうです。7歳といえばショパンが最初のポロネーズを作曲した年齢で、そういう意味では振動とは程遠いところからのスタートであったにもかかわらず、15歳で国際コンクールに優勝されています。まず自分から意欲を持ってピアノを始めたこと、そして韓国独特のシステムである音楽アカデミーで遅れを取り戻し実力を磨いたことに注目が集まっています。日本の文化芸術への国家予算は韓国の半分にも満たない。ダメだこれは。